皆さんおはようございます。仕事が大好きキャンチュー野郎アツオでございます。は、何言ってるんですか。嘘ついちゃいけないでしょう。もう一回やり直し。キャンプが大好きキャンチュー野郎アツオでございます。っていうか当たり前のこと言ってんじゃねえよ。2週間ぶりのキャンプ行きますよ。2019年5月25日土曜日でございます。今ね、時間は深夜2時半でございますよ。今日は茨城県は北西部にございます那珂川という川沿いにございます道の駅桂という場所に行きたいと思っております。桂今先ふざけんのもいい加減しろよ。その道の駅桂の裏側に広場があるそうなんですね。そこがキャンプ場になってるみたいなんですよ。そこに向かいたいと思います。私の住んでおります東京日野市から約170キロという行程ですので、ちょっと早めにね出たいと思います。とってもね人気のあるサイトということでね、混んでなければいいなと思ってるんですが、とにかくね現地に早めに向かいたいと思います。それでは現地でお会いしましょう。お、道の駅桂出てきたぞ。あと 600m。 お、ここだな。ここだよな。これ右だろな。よし、行ってみよう。よいしょ。あー、はい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 、テント張ってらっしゃる。ここね。なるほどなるほど、はい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 、こんな感じ。なるほど、こっち行ってみましょうか。うわ、結構人いるな。すごいぞこれ。いや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 、すごいねこれ。もう人がいっぱい、ほらこっち見てくださいよこれ、ブワーって張ってある。でさらにこっち側、こっちか、川が、川じゃないや、橋が向こうってことね。なるほど、わかりましたよ。だいたいこんな感じですね。はい、じゃあちょっと車止めましょうね。はい、道の駅桂の裏側にあります、はい、キャンプサイトにやってまいりましたよ。はい、こんな感じでございます。すごい人だね。もうでこちらがですね、那珂川という川が流れておりますよ。はい、あ、結構広くて深いんだね。で、話によれば向こう側にもね、川の向こう側にもテントが張れるということで、あそこにねお一人様いらっしゃいますね。はい、こんな感じでございます。あー、いいね、いい感じですね。いいわ。今ちょっと前に日の出がありましたよ。はい、ということでどこにテント張るかこれからちょっとね探したいと思います。結構埋まっちゃってるね。はい、ちょっと移動しましょう。ダン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 ジ。はい、今ですね一番端、サイトの一番端に撮ることができました。多分ここ大丈夫でしょう。ここがねコーヒーショップがありまして、あそこがね、はい、橋でございますよ。とっても綺麗ですね。すごく風景がいい、最高です。あっちは川がカーブしてるのかな。はい、ということでここに、はい、これから
設営をしていきたいと思います。あそこにいるのは青さんです。青さんよろしくお願いします。はい、それでは今日ここに貼っていきましょう。 GO!はい、一通り設営が完了しましたよ。今日はね、こんな感じにしました。 DD タープをね、いつもよりもね、ちょっと低めに貼ってみました。ちょっと格好はね、良くないんですけど、こんな風にしました。で、これね、どういう風になってるかと言いますと、いつもはね、後ろこれポールが、今これ2本じゃないですか、黒い部分と赤い部分で2本なんですが、いつもはね、3本にしてます。3本にすると高さが出るので、当然こういう風にね、低くはならないんですが、今回はね、ちょっとね、こういう風に低くしました。というのは、今日ちょっと暑いんでね、下をね、こうやって開けてます。で、あんまり開けすぎると、ちょっと後ろからの目線が気になるので、2本にしてみましたよ。で、前はね、同じように、いつもと同じように、このように4本です。はい、こんな感じですよ。で、中に、はい、1000円の茅をまた貼りまして、はい、こんな感じで、はい、設営を移動しましょう。で、これはね、こちら、直虎さんからもらった、はい、パフ、リアルパフ、そしてこちら、伊豆桃さんからもらった、ウィルテルですよ。はい、よろしくお願いします。今日は、晴れさせてもらってありがとう。はい、飲みましょうよ。キャンチューなんで、キャンチューハイ、レゴース。後ろになんかいる？なんかいる？なんかいるんだけど、なんかいるんだけど、なんか皆さんが現れちゃった。キャポー、キャポー、おさでーす。あー、うまいなー。いや、今日は暑いけど、こんなに皆さんが集まってらっしゃいますよ。もう明日は野草昆虫食協会の会長の皆さんが夜婚会をやりますよ。なのでね、今夜からきっとね、たくさんの人が集まると思いますが、今日はね、前日なので、はい、ゆっくり皆さんと飲みたいと思います。
お疲れ様でーす。お前らキャンチやろうだろ。ダン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 ジ。はい、道の駅が9時からオープンしましたので、ちょっと行ってみたいと思います。ここにね、植木とかたくさん行きますよ。おーおーおー、楽しくなっちゃった。失礼しました。よいしょ。はい。よいしょと。大丈夫か？はい。行きましょう。あ、はい、うまそうだな、これ。ねえ、山の野菜。面白いね。ネギや卵もね。おー、こだわり卵とか売ってますよ。あ、ネギ。ネギ欲しいね。ネギ100円だよ、これ。これで100円、すごいな、これ。いやいやいや、ちょっとネギを、ネギを買ってこい。とりあえず、ネギ、ネギいるよね。よし。ネギと、あ、肉が、あ、こういうね、チンコ系もありますね。あ、ベーコンブロックもあるし。あ、鶏肉ね。ああ、そんな高くなくていいね、これ。うん。この辺が惣菜系も。はい。味噌も売ってますよ。キュウリとかにね、この味噌つけて食ってるの前だろ。あ、はい、あ、ここね、飲み物系ありますね。そば、こう。果物、スイカ類、メロン、キュウリ。ああ、この魚もちょっと売ってんのか。冷凍のね。アユですね、これね。あ、これアイスクリームも売ってますよ。いいね、いいね、いいね。ドレッシングも。はい、このあれだ。納豆かな、これ。あ、わら納豆。おー、いいね。さすが。さすが、言わない。まあ、ふがしとかね。こっちはあれか。お土産コーナーですね。おー、いいね。さっきの味噌、味噌つけて食おうか、これ。いいよね、これ。うん。これも買っちゃうか。130円でしょ。これいいじゃない。いいじゃない。この顔。顔が顔。で、あ、これ普通とか、カブいいね。カブこれで110円？安っ。これもいいね。欲しいね。これも買っちゃおうか。ね、これも買っちゃおう。もうどんどん買っちゃおう。よし。っていうか、買ってきたもの使わなくなっちゃうね。はい、道の駅に氷も売ってましたよ。これはありがたい。スタンドに入れておきましょう。よいしょ。家でね、冷蔵庫からね、冷凍庫か、入れてきたんで、ほら、全然残ってる。ここにちょっとね、追加しておきましょうね。よし。よいしょ。行こうよ。で、ここにね、ここにね。テレテレテテレテレテテレテレテテはいテレテレテテレテレテテレテレテテ漢字テテレテレこれ笑っちゃうよこれうまいでしょ邪魔だったねちょっと待って今から作るからねお願いしますお願いしますこんなのねキャンプ場に持ってきてる人いないですよこれ写しといてくださいよすごいよこれはい来たはいおえもうそうだったのえこれちょっと振るとあの水に炭酸ガスが溶けるんでおうおうあ、もう入ったかな飲むかな入ったかなおいおいうわすごいよしうわいいねほらこれですよめちゃくちゃ炭酸入ってるんですよよいよいしあ、めちゃくちゃうまい。なんだろうな、やっぱり炭酸が細かいっていうのかな。ギュッってなってるね。ギュッってなってる。ギュッて。あー、うまい。これからね、他の人たちも来ますからね。やばいことになりますよ。はい。ダン、ダン、ダン、ダンジ。テラさんが思ってるつまんない動画がみんなに受けてるんですよ一番頑張ってない方が面白いですYouTube あるあるですよねそうそうこれもいけるそれが意外とダメなんですよ
また横に行くかなと思って戻り込んだの前の小説は戻り込んだよ今のように戻った時にコップが触れてザワあそこからノーパン状態ですあそこからノーパン1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 名の方が今お集まりいただきました。明日は、リカさんの夜婚会が10時からやりますので、今日はその前夜祭ということでとりあえず一杯だけやって、はい、であとは寝不足の方もおるので自分でやろう寝て夜にリカさんは橋の下におりますね。橋の下は結構騒ぎますの。夜は橋の下でみんなで。そうそう。夜は夜です。でここはとりあえず一杯皆さんで、まあ、顔を合わせということでやりたいと思います。じゃあとりあえずお酒を持っていただいてよろしくお願いします。じゃあミカさん温度お願いします。皆さんお集まりいただけます。意外と集まっちゃったやべえ超人見知りなんでお願いします。乾杯。乾杯。乾杯。せっかく初めてお会いした方々多いので10秒プレゼンテーションというか10秒自己紹介をやりたいと思います。10秒か、はい、短いな長めでお願いしますお願いします、ちょっと待って、考えがまとまらないだいぶ飲んでるはずですよ酔っ払ってるから酔っ払ってる動画と私今リアルは全然違うんで皆さん勘違いしないお願いします。さっき登録してきましたよ。ありがとうございます。すいません。本当にこんなんでね、あんなね動画本当に皆さんよろしくお願いします。ミカです。はい。はい私は男児でございます。皆さんご存知のかどうか分かりませんが男児と申します。キャンプ自体は皆さんにもはるかに歴は短いんですが今一生懸命キャンプにハマりまして動画を上げさせてもらってます。毎週木曜日ライブをやってるんですが皆さんに少しでもお楽しみいただけるようにとにかくトーク力だけで来てるような男なんですが、とにかくこれからもまず100キャンプ場を目指してこれから3年4年かけて一生懸命いろんなキャンプ場に行って皆さんにお楽しみいただけるようなキャンプ動画を作っていきたいと思っております。よろしくお願いします。で今日はね本当に私のご著者さんのミカさんなんもう僕の本当ご著者なんです、うん、なんですよ。でたまたまねよく積極的にもういろんなこと書いていただいてその姉さんは何者なんだろうなと思ったら私の一個上の姉さんで、しかも筋肉系で、ね、野草も食うし虫も食うということでよくわからない人がいたなと。で学校橋で初めてお会いさせていただいて、でその時から私が例えばたまたまシェラカップ炊飯協会っていうのを立ち上げた後に教会って名乗ったらもう早もがちだよって言ったらで野草、ね、昆虫食協会立ち上げたらって言ったら次の日にもインスタに書いてあったまあ積極的な姉さんなので、まあ、明日は初めての第1回夜婚会ですのでぜひ皆さん明日の10時ちょっと早く起きしていただいてご参加いただいてね、まあ、目の前にある草が食べられるものだということはねキャンパーにとっては楽しいことですよね。まあ一つでもちょっと全部は多分覚えられませんね。いや私も分かんないんでそんなにいっぱいで僕はね覚えてるのはねタンポポだけ今のところでももう一個ぐらいねヤブガラシかそれを皆さんで覚えてまあ次回からちょっと食べてね、まあ、動画やってらっしゃる方はまた自分の動画の中で食べたりしていけたらいいなと。まあとってもいい回だと思いますので明日は皆さんで盛り上げていただいてミカさんの動画をぜひ応援していただいてよろしくお願いします。ありがとうございました。テレテレテテーちゃん。トカゲ。トカゲだよ。ミカさんからもらっちゃったよ。
人生初めてのトカゲよーす。マジでこれちょっと見てください、これ見えます皆さん、丸ごとっすよこれ。これ初めて見ますよこれ。じゃあせっかくなんで尻尾、ほらほらほら皆さんわかりますこれ尻尾。よし、いただきます。カナヘビの尻尾いただきます。あ、炭の味しかあ、でもねまずくはないですね、全然ありますね。はい、じゃあということでちょっと待って。おい、おい、息いったよ。甘っ、なんこれうまっ。いや、うまい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 、マジマジマジ、炭の味だ、なんだこれ。絶対それ演出だよ。いやいやいや、ほんとほんとほんと、あた、あ、うちさ、頭いきます、頭、あ、どうも、あ、そっち頭、ここ、これ、これ頭、はい、頭、はい、はい、ちぎった、うわ、いく、いった、うまっ絶対うるさだ、うわ、うまっこれ、なんだこれ、カナヘビまだいないかいっちゃう、いっちゃう、スイッチオンさん、いっちゃう、え、いっちゃうの、いっちゃうの、いってみましょうか。はい、パクッと、はい、意外と魚っすよ、噛むと、あのね、あ、イカだ、あ、イカだこれ、イカ、イパ、イカ、イパじゃねえイカっぽくないですか、イカのゲソ系の味しません、うん、そう、それそれ、あ、そうそれそれ、うん、ほんとゲソ、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 なんか、いや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 、まあまあまあ、これイカのゲソだ、ゲソ、これ一番内臓いってます。こういうとこいってます。一番内臓。最初はあの香ばしい香り。うん、それとか噛んでたな。キャンプ場じゃなかったらおかしな足です。意味がわかんない足です。お腹はねかなりあの念入りにこう焼いて。でも僕の印象は間違いなくイカでした、ね。イカのゲソ的な味。うん。ということで皆さんが初めてのカナヘビを食いましたが、イカのゲソっぽいけど内臓はちょっと臭いということで終了いたしました。ありがとうございました。ミカさん、ありがとうございました。ダンジー